アントニー・コスタ、アントニー・ダニエル・コスタは、イギリス人歌手、俳優。グレーター・ロンドン生まれ。人気グループ、ブルーのメンバー。ギリシャ系キプロス人である父とユダヤ系の母を持つ、アントニーは、姉と兄を持つ。2004年3月10日に離婚した妻との間に第一種が生まれた。同年に新しく欧州連合のメンバーになった10、各国を祝う席に出席し、 当時イギリス首相であったトニー・ブレアと初対面を果たした。2005年に UK の大人気シリーズ番組 i a m a c e l e b r i t y Get Me Out of Here に出演。2006年2月にファーストシングル Do You Ever Think Of Me をリリース。UK チャート19位を記録する。同年6月にローラン・キーティングなどイギリスの著名な人と共にヌード写真を発表。 7月3日にデビューアルバム、ハートフルオブソウルがリリースされたが、UK チャートにランクインすらできず、契約していたレーベルと解約することになる。2006年4月10日から翌年2月にかけて、ミュージカル、ブラッドブラザーズの主演、ミッキー役を見事に演じ、俳優業にもチャレンジし始めた。それが功を奏し、2007年3月からは、ブギーナイツに出演。2008年からは、 ジョルジオ・アルマーニの専属モデルを務めている。2008年2月と3月にデビューアルバムのツアーを結行し、そこでは2008年にリリースされる予定の新曲も披露された。ありがとうございます。